おはようございます。ジャスト株式会社代表関正之です。婚活ね、はい、の話、はい、まあデートリハーサル、はい、もしくは模擬デート、はい、まあ、そういうサービスをやってちょっと最近気づいたことがある。こう話し方、はい、結構ね自信ないと早口になっちゃう。うん、はい、間ができるとそれにこう、ま、間をこう埋めようとね、うん、こうどんどん言葉を、うん、こう投げかけてしまう、はい、これは自動反応で起こってしまう、うん、で一回まあ、やってみるよね。こう例えばナンパの練習、パーティー会場 で、はい、でやってみてちょっと言葉多すぎるよねって話しても、で今度こう間を作ったりこうなんていうか、このなんていうか 強弱とかこう工程こ こういうリズムこう会話の中で作ってこうねってやってもダメだね。あ、うん、やっぱ間が恐ろしくなる。はい、うんうん、どうしたらいいんだろうか。どうしたらいいか、うん、僕も間が怖いタイプなので、うん、一回間を楽しめと言われて、楽しむってどういうこっちゃって思いながら、なんて言うんでしょう、なんて子供じゃないですけど、怖くない怖くないって思って間を、待ってるっていうんですか、間を置くようにはしています。で大変間が楽しめない人っていうのはちょっとこういう感じになるね。はい、腰が座ってない感じ、はい、座ってない感じ、こう疲れるんだよ、こういう人と話したりすると、はい、最初はいいんだけどね、うん、最初のなぜ漫画怖いんだろうか、なぜ漫画怖いか、これ考えた方がいいね。なぜ漫画怖いんだろうか。一つ今僕の頭に浮かんだのは、自分は価値がないと思ってる人ならば、はい、この人の時間を取ってはまずいなと。なのですぐそこを去るためにこう言うことだけとにかく畳みかけて、はい、間を置かずこう喋ってしまう、はい、うん、これ全てじゃないですよ、はい、一つの仮説、こういう人もいるね、はい、まあ、僕が昔そうだった、保険のセールスマンの駆け出しの頃、保険のセールスっていうことに対して引け目を感じてた、はい、でもそんな人いっぱいいるしね、うん、で結構毛嫌いされる人多いんだよ、はい、だからそれを僕もその一員になりたくないっていうか、なのでとにかくお客さんにこう腰の座ってない、うん、この人の時間取ってはいけないと思って、うん、漫画やっぱ怖かった、はい、他になんかある、自分の心を見つめて。僕は時間を取るというのと似てるのかもしれないですけど、うん、楽しませなきゃいけない、楽しませなければいけない、はい、間があると相手が何を考えているか、何を考えてなんかもしかしたらなんか不満っていうんですか、うん、つまらないから黙ってるのかなとか、うん、そういうふうに思うと自分から積極的に話題を振るという名のおしゃべりっていうんですか、うん、をしているとそれに対してもしかしたらどっかでリアクションしてくれたりとかしてくれるかなと思うと、うん、そのリアクション待ちっていうんですか、うん、ああとかそれ知ってますよっていうのを待てなくて、うん、のもうそれこそ腰が座ってないというんですか、うん、散々いろんな話題をわーっと投げかけてしまっているかなと自分では思います。なるほど、それは結構サービス精神でもあるんだけど、はい、その背後に隠れてるのは私そのものこの存在がお客さんにとって価値がないかもしれないと思ってるのかもしれない。あ、そうですね、なので、うん、そこをプラスアルファしようとして、はい、なのでこの自分価値ない人間って思ってれば思ってるほどこうそのサービス精神じゃないけど、はい、プラスアルファして埋めようとするよね、はい、あ、おそらく駆け出しというかあんまり売れてないお笑い芸人もそうなのかもしれない、はい、あ、
知らないようなお笑い芸人がステージに立ってもさ誰も笑わないじゃん、はい、であのさんまとかたけしとか、まあ、大御所が来るともういるだけでこう、うん、わーってなるんだけど、はい、で自分こんなにさ粘りのない無名の芸人来ても誰も笑わないから、はい、立ってるだけじゃ誰も喜ばないんで、はい、いろいろやろうとするじゃん、うん、おそらくそれも私が最初に言ったあのセルフイメージ、はい、自分価値がないんじゃないかっていう、うん、そんな不安だろうね、はい、まあ、ちょっとあの一旦置きましょう、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。